皆さんはじめまして、北海道のプレイズレポーターの三浦綾子記念文学館事務局の南波雅親です。今回は8月2日の入館者数累計50万人到達のレポートをします。三浦綾子記念文学館は1998年6月に三浦文学のテーマを伝えるため、また三浦文学を広く伝えるために全国の皆さんからの募金によって市民運動によって建てられました。三浦綾子の生涯、また三浦文学の概要、また資料などを展示し、皆さんにご覧いただいている活動をしております。8月2日日曜日に午後3時30分頃ですね、開館、1998年の開館から入館者数の累計が50万人に到達しました。この50万人目の方々は、静岡県からおいでくださった方で、旭川で行われる催し物に参加された方で、あまりこれまで三浦綾子のことは知らないということをおっしゃってましたけれども、せっかくなのでこれを機会に、本を読んでみたいとおっしゃっていました。若い方々 でした。これまで、17年にわたって、初めの年度は多かったんですが、その後だいたい年間2万人ぐらいでこの10年は推移していまして、ようやく今回50万人に到達した、そういうところです。三浦綾子は人はいかに生きるかということを大きなテーマとして、短調で83作品、書いてきました。それには現代小説もありますし、時代小説、また自伝もあります。それらを通して、光、愛、命と、人がいかに生きていくかということを本当に深く掘り下げながら、また地域の風土に根ざして、書かれた、そういう文学だろうと思います。特に、生きることにこういろんな思いを持つ方、また生きづらさ、生きにくさを抱えている方々にとってもですね、生きることへの励ましだとか慰めというものがこの文学から読み取れるだろうと思います。特に代表作「氷点」はとても有名ですけれども、そこでヒロインを通して許しのこと、また生きていくことへのその切なさといったものが書かれているだろうと思いますし、それは続氷点、またあるいは他の代表作品が塩刈峠なんかにも書かれていて、人が人として生きていくために一番大事なところを魂の奥底にまで語りかけるところが特徴で、ぜひそれをこう味わっていただきたいと思います。今回の50万人目の方もそうですけれども、若い方々は特に、まだ三浦綾子作品を読んだことのない方もいらっしゃると思います。次世代の方々に読んでいただけるような、そういう取り組みをしながら、三浦文学に触れていただいて、生きる希望だとか喜びだとかを掴んでほしい、またそしてそれをきっかけに、また新しい人生を歩んでほしい、そういう思いを持ってこれからも三浦文学を伝え続けてまいります。以上、北海道から南波雅親がレポートいたしました。